かおりさん。ん？こんなんあったよ。ほう。さあ、今日は絶賛改装中のね、古民家から出てきたお宝をご紹介してきたと思います。よっよっよっ、宝風のものです。いやいや、風じゃないのもあったよ、ちゃんと。かなりね、ゴミを片付けが終わってきたので、面白いものもね、出てきたので紹介していこうと思います。じゃあ最初にね、ちょっとこの写真を、これがですね、本当にあの昔の姿なんだと思います。かやぶき屋根ですね。一応ここの家自体が結構ね、もう古いので、江戸時代ぐらいからね、この土地にね、うん、人が住んでたと思われますので、すごい、かなり前の姿だと思います、うん、何それ、こんなん出てきた。何ですか。野源だって。野源って何。なんか薬とか七味とか作るやつじゃない。あー、見て、ゴリゴリするの。こういうやつか。そう、ここで唐辛子作ってさ、うん、七味唐辛子作りましょう。あー、いいね。まだまだね、こういうのいっぱい出てきたんだよ。重い。何これ、すごくない。多分麺を作るやつだと思うんだけど、見て、ここからさ、うどんをピューッと入れてニューッと出てくるんじゃない。そんな出てくるのかな。ね、作りたいね。使えるのかな。やってみようか。やってみよう。まず綺麗にしないと、ま、めちゃくちゃ綺麗にしないと。めちゃくちゃ綺麗にしないとね、うん、高圧洗浄かな。うん、連酸作り。なんかすごいよ、このエスニックさ。何か古民家から出てくるとは思わなかった。なんだろうね、この絵。あー、なんかいい感じだね。綺麗だね。あ、これなんか PTA 贈与って書いてある。はい、3つ目、最後の取りで、じゃん。おお、なんか綿に入ってる。おお、上品。めっちゃいいじゃん、マットな感じ。うん、かわいい。一輪挿しに、お、明治とか書いてあるぞ。明治37年なんとか町。なんか記憶ですね。なんか取ってあったのね。ねえ、取ってあったよ。なんなにや、やだ、ありがとう、ね、すごいな、教授読んだなんて、ね、まあ、なにや、これは、これは切れないやつ、うん、歯がなんか5月の節句とかに置いてるようなやつ、うん、これは全然あの歯が飛ばれてない。歯ごいたとか価値あんのかな。でもすごい綺麗だと思うんだけどね。なんか綺麗だよね、うん、これね。なんかさ、海外の人とかがすごい好きそう。綺麗なんだけどね。でもこれはすごい綺麗。うん、かおりさん、お金見つけたで。え、じゃん。お、大金やで。500円玉貯金1円です。1円。1000枚ぐらいあるかな。よし、ちょっと数えてみるべ。ちょっと待って。え？銀行で両替できんのかな、それ出したところで。え？できないことあんの？
ATM 効果。あ、501から100枚の効果を取り扱いする場合、手数料648円かかるって書いてあるぞ。じゃあこれあれじゃん、これ預けてそのまんまそれが手数料ぐらいになっちゃうじゃん。600円は高すぎるね。なんだよこれ。じゃあどうすりゃいいのよこれ。本当に死にそうになったらこれで、うん、うん、なんか買えばいいよ。買いましょう。じゃん。お、現行貨幣の年号別アルバムだって。お、そう見て、50円とかがさ、穴開いてないよ。おお、穴開いてない。全然違うね。100円もなんか変な形してる。あ、ほんとだ。お、なにこれ。1000円硬貨だって。1000円硬貨なんてあるんだね。すごいね、こんなあんの。え、なんかオリンピックのマーク書いてあるね。なんかすごそうじゃない。うん、ちょっと調べてみようか。うん、ね、お、250円。それは高いか。高いよね。高いよね。25倍。昭和33年って何年前だ。1958年なので60年ぐらい前。お、全部の価値の合計が5000円ぐらいしかないになってないかも。嘘。嘘。え、そのページだけで。いや、この合計で5000円ぐらいかな。え、嘘。結局このオリンピックのやつとかも、うん、まあ2000円とかなんだって。あ、そうなんだ。でもまだ秘密兵器あるよ。ちょっと待ってて。じゃん。え、なにそれ。テレフォンか。嘘だよ、冗談だよ。冗談。よかった。これはね、大事にね、うん、ちょっとこれ入れてみました。なになに、厳重になってるじゃん。そう、いくらでしょう。1000円。違う。じゃん、5000円2枚。え、すごい。5000円。5000円硬貨が2枚。おもちゃじゃなくて。おもちゃじゃないわこれ。あれだ、すごいけど、大阪万博のやつよ。え、本当に使えるのこれ。使えるかどうか知らんけど1万円よ。え、すごい。これだけで1万円。そうだよ。えー、俺、我々の1ヶ月分の食費よ。そうだね。うん、うわ、お宝ですよ。いや、これでジャガイモ何箱買えるんだろう。いや、なんでジャガイモで計算すんの。そんな換算だわ、わかんないわ。わかりにくい。わかりにくいわ、しかも何個できるかも知らんし。大阪万博さんは、なんと。なんと。1万2000円。え、1枚で2枚で。あ、2枚で。1万7000円。1万7000円。これで1万7000円の、うん、いやでもこれで1ヶ月ずつ過ごせるよ、余裕で。うん、過ごせるね。うん、こう7に出せば。7に出せばね。で、困ったらこれを7に出せば1ヶ月延命できるわ。うん、捉え方。いや、売れないけどね。もったいなくて。そうです。うん、でも東京オリンピックのさ、効果とかさ、うん、今年コロナなくてオリンピックやってたらね、価値出たかもしれないね。あー、そっか、セットでとかってね。そうそう、もしかしたらね。だら両方持ってる人少ないかもしれないもんね。うん、確かに。プレミアがあったかもしれないです。またでやるかもわかんないから。そうだね、わ、ま、かんないからね。チャンスはまだある。うん、
ということでした。はい。